ネオファムとは、アニメ、銀河漂流バイファム及び、1998年から26話が放送された、銀河漂流バイファム13に登場する、地球連邦軍が開発した初のラウンドバーニャンなんだよね。旧作のバイファムを見てたが近所が今40代なら、バイファム13を見てたが近所は20代後半くらいかねえ。時が経つのは早いねえ。バイファムが完成したことで、すでに旧式になっちゃった一世代前の機体なんだけど、本編での戦闘シーンがかっちょよかったんで、ファンも多かった機体なのだー。宇宙用と地上用の2種類が存在し、どちらもパーツの一部を交換するだけの感想なんで、実質汎用機と言ってもいい機体なんだよね。硬い部が赤く、すねの部分のラインが白い機体が宇宙用。硬い部が白地で、すねの部分のラインが赤い機体が地上用。そんでもって、バイファム13版のネオファムは、赤地に黒のラインだったのさ。地上用のネオファムは設定だけで、アニメ本編には登場してないよね。多分、この頃のアニメは、セルガの塗りミスが怖いからねー。俺もそこまではチェックしてねーや。劇中では、人気キャラの、バーツライアンの機体としてのイメージが強く、主人公のロディがカル、バイファムとのコンビで敵を撃退するシーンが、すんげー印象的だったものなのさ。当時は、メカの描写が良い会話傑作が多かったんで、プラモ作りの参考になったものだよ。まだまだ、ムック本とかの資料が少なかった頃だったからねー。バイファムはキャラ人気もすごかったんで、アニメ誌とかでも特集されたりしたもんだけど、マイアニメとかアニメージュとか、アニメなんて600円くらいもしたもんで、おいそれとは買えなかったものなのさ。月刊アウトはちょい安かったけどねー。キットの値段は400円。意外にもビルファムよりも後に発売されてるんだよねー。後発の分、バイファムと比べてエッジがシャープだし。なんといっても、脱出ポットがついていてボディに収納できるのが嬉しかったものなのさ。ビルファムにもポットはついてたんだけど、なぜかポットのサイズが違うんだよね。俺はネオファムのやつの方が好きだったねー。意外とビルファム派もいたけどさ。このシリーズは全身にポリキャップを採用してるんで、関節がやたらとよく動くんだよね。当然、あちこち動かすんで股の関節とかをよく折ったものだよ。ネオファムの場合は肘の関節も折れやすかったねー。本当に、何度も折ったんで、最初から関節を回収したりしてたものだよ。パーツの成形色が、グレーがかったホワイト一色なんで、今見るとかなり地味なんだけど、これは当時のガキンチョには喜ばれたものなのさ。なんせ、塗装前提の頃だったんで、筆でベタ塗りしても統一感があったんだよね。ドムのガンプラとか、黒地に赤をそのまま塗ってたよ。本当にね。下地を塗るやつなんて少数派だったし、下地はシルバーってのがまだ一部では残ってたしねー。バイファムのプラモは小さなチビガキにも人気だったわけで、バイファムやらネオファムの手足を取り替えて遊ぶのは当然の行為だったのですよ。でもさすがにチビガキはプラモなんて作れねー。俺も、いとこや近所のチビガキに頼まれて作ってやったりしてたものですよ。懐かしいねー。カオルタン、プラモ作ってー。よし、3回回ってワンと言ったら作ってやろうじゃねえの。はっはっは。そんでもってポリキャップの余りをもらうわけだよ。ガンプラに移植するのは当然の行為だよねー。今みたいに模型店にも売ってなかった頃なんで、ポリキャップも貴重品だったのだー。